質問があれば、あの、なんていうか、細かい範囲でですね、大きな話はこれから、もしなければ先に行きたいと思うんですけど、まあ、先に行くといっても、それほど時間があるわけでもないので、まあ、今、3人それぞれですね、専門家として建築主にどう安全を説明するかということで、まあ、それぞれ自分なりに考えたことを、話をさせていただいたんですけれど、まあ、サブテーマにもう一度ちょっと絞って、なんですかね、今話したことの確認のような形になるかもしれませんが、そのどのような地震に耐えることを安全というかという話を、まあ、最初にちょっとやって、その後は、まあ、建築主 との絡みといいますか、建築主との関係の話を後半でやって、それでその後全体討論というふうにしたいと思います。それで、まあ、どのような地震にっていうのは、多分国交省あたりはというか、全体的にはその震度で、震度5強までは耐えられるとか、6になるとそのいろいろ問題が出てくるというような、まあ、震度を、まあ、一つの尺度にしたような言い方があるということだと思うんですけれど、まあ、今江尻先生も言われたように、一般と言われるような人たちが結構インターネットとかでその情報を持っていたり、それからもちろん活断層っていう話はもういろんなところで、それこそ中学生とか高校生が結構知ってたりするわけですよね。ただそれが実際のその構造設計のプラクティスと どう結びついてるかっていう話をちゃんと考えようとするとすごく難しくなっちゃうわけですけど、まあ私なりにそのどんな地震にって言った時に、まずやっぱり建築主に説明をするのは、その今の建築基準法で、まあ、安全というふうに法律であれ、まあ、安全とみなすって書いてあるので、まあその建築基準法で想定されているその地震動っていうのはどんなものなのかっていうことはやっぱり説明しないといけないだろうし、でそれの一つの、まあ基準がその関東地震かなと。でその兵庫県南部地震っていうのは、それよりもさらにまあ、加速度の数値とかでいうと、20% とか 50% とか大きなレベルになっていた、それはだから、設計で想定しているものよりも高いレベルのものが来ていたというところぐらいは、まずその話のきっかけとして、あるのかなというふうに思うんですけれど、で、まあ、どこまでこう詳しく話をしていくのかっていうのは、やっぱり相手のあってのことですし、まあ私としてはその確率的なものに置き換えて、どのくらいのレベルにっていう話までしていくまで、その辛抱強くお付き合いしてもらえるように、逆にまあこっちが持っていかなきゃいけないということがあるのかなというふうに思うんですけど、まあ、そのあたりのところでいかがですか。信頼性で確率を使った説明っていうことは、正直やっぱり実務の中で、高木先生おっしゃったように、なかなかこうもう一回計算をしてそれを提示するっていうのが、なかなかちょっと時間的に難しい側面があるんですけど、今先生話されたように、よくちょっと私のところでやるのは、構造計算がこう進んできた歴史をですね、何年に基準法ができて、何年に関東大震災があって、水平震度は何年に、最初は 0.1 で、でその後 0.2 になって、その後標準線弾力係数が出てきてみたいなものをですね、時系列的にこう書いていって、でそれで兵庫県南部地震があって、まあ、兵庫県の南部地震の時には大体新耐震といわれるもので設計されていると、ほぼ被害がない状態だったんですよっていうような説明の仕方でですね、よく安全性を説明をしたりというようなことをしています。
なかなかちょっと確率で説明するというところまで持っていけないのと、ちょっと先ほどちょっとご紹介したいんですけど、私の事務所の元書院と今の書院が2人参加してるんですけれども、ちょっと来る時に話をしてたんですが、なかなかその確率が一般の人に浸透しているかと、さっきその楠本というんですけど話してて、天気予報で降水確率0% って言っちゃうと、で確率のこと考えたら 0% なんてないのに、それが平然と 0% って言われてしまっていると。でそこからして確率のその考え方がなかなかちょっと浸透していない側面が、確率で話ができると非常に嬉しいというか、曖昧なところの説明がかなりしやすくなってくるのでいいんですけど、どうしても気象庁からして 0% みたいなこと言っちゃうので、その辺の確率の感覚を浸透させるところからちょっと始めないと、なかなかちょっと難しい側面があるのかなという気はしています。はい、ちょっとマニュアルちゃんとチェックしてないけど、はい、多分その 1% 以下とか、はい、0.何% 以下だから0と言ってるんだとは思うんですよね。有効数字があるということになれば、はい、まあ 0% っていうこともあるかもしれないまあそういう意味で言うと、一般の人が期待するその地震動の強さっていうのは、それこそ超える確率がその 0% のようなものを想定してるんですよね。なんか有効数字として、まあ、ちなみに例えば500分の1だとしたって 0.2% ですから、普通に考えれば 0% でいいわけで、だからその辺が本当に問題にしたいのは、その 0.2 と例えば 0.02 との違いがあるのかないのかとか、 そこまでその考えるというふうに頭を持っていけるかどうかっていうところかなとは思うんですけどね。先ほどスライドの中でもちょっと紹介しましたが、例えばその交通事故ので怪我に遭う確率と比較をして、まあ、その地震による被害を評価しましょうなんていうことがもしできたとすると、それはそれなりに分かりやすい指標なんじゃないかなというふうに思うわけです。だからまあ、そういうことができたらきっといろいろ歯切れの良い説明ができるんだろうなというのは分かるわけですけれども、それに伴うなんかいろいろもろもろ大変なことをやっていけるのかなっていうあたりが、まあどうなのかなというふうに思いましたというのがさっきの発表のまあ趣旨ですね。なんかあったらいいっていうのはまあそれあったらいいけど、そのそれがどういうふうにできるのかっていうようなところをに結局行き着くんじゃないかなというような気がしているということです。まあ、一方では、まあ、僕の立場というか僕の感覚からすると、まあ、一つの立場としては、ISO がありまして、 ISO の、 その TC98 っていうのは構造物 その安全性に関する国際基準なわけですね。でそこに SC3 っていうのは荷重に関するドキュメントがありまして、 ISO になってるんですね。で、まあ、地震荷重なんかでも ISO の荷重があって、それは日本のグループがリーダーシップを取って作ったものになってるんですけれども、で本来から言えばその政府としては ISO の基準は尊重してそれに整合させないといけない義務があるんですよね。だからそうしなきゃいけないぞという立場にどうしてもなってしまうんですけど、ただまあ現実そうなってないっていうことがすごく事実としてありますし、何よりもその一般の人の前にその構造設計者の人たちもそんな地震の確率で考えるっていうことがこうしっくりするっていう人は多くないように思うんですよね。だから、まあ、そういう中でどうするのかっていうのがすごく難しいし、逆にまあみんなでこう知恵を絞らなきゃいけないと思うんですけど、まあ、少なくとも雪とか風に関しては基準法の中でもその再現期間50年とか再現期間500年ということが一つの目安になってるっていうことがかなりクリアに出てますよね。だから、自然現象でそういうものなんだから、やっぱそういう見方をすることは大切だし、そうすると、まあ、
地震の場合はそういう確率的なものを取り込もうとする前のっていうか、まあ、地域係数が例えば500年再現期待値にこう整合する形で地域係数見直すというような操作はまだ一度もやってないので、やっぱりお宅のこの場所はその地域係数はこうなってます、地盤としてはこうなってます、だけどその今のそういうハザードマップだとかで見るとこうなってるんですよということは少なくともまあ情報としては伝えた上でどうするかっていう話は必要なのかなと思うんですけどね。ただやっぱり法律がなってると難しいですよね。やっぱ法律を否定してかかる話みたいになりかねないので、その辺がすごく難しいなと思うんですけどね。まあ、その先ほどの話でその起用の評価指標との整合みたいな話をちょっとさせていただきましたが、まあその地域係数によるそのまあ要求性能の変化みたいなのは、まあそれによってどういうふうなそのまあ耐震性能をまあ確率的に評価するとどういうことになっているのかっていうようなことが仮に整理できると、それはだいぶ説得力があるといいますか、まあそれをもってじゃあ、どのぐらいをラインとして狙いましょうか、まあ、沖縄はその 0.7 っていうのは昔の経緯でこういうふうになってますけど本当はこんなんですよなんていうような話がもしできるとすると、なんかその、確率的に安全性を強化していきましょうみたいな話をする上では、まあ、有意義なのかなという気がしますが、それだけでも、まあ、やっぱりその地域係数としてももうちょっとそのミクロな視点で、例えばそこの地盤がどれぐらいその地表面で増幅されるかとか、そんなようなことまで考慮して地域係数を設定するのは相当困難だと思いますし、今みたいな大ざくりなくくりでの地域係数という形でどれぐらいそのなんか分かりやすい話ができるようなことに落とし込めるのかっていうあたりは、できたらいいなと思いつつできるのかなっていうあたりがなんかこう見えてないという、まあ、その一般の方、まあ、最初江尻先生の資料はその普通の人が自分の家を建てるときにということを対象にとおっしゃったんだけれど、まあ、先ほど耐震等級の話もあって、耐震等級はむしろそのプレハブ住宅なんかではその割と上げやすいけども、超高層住宅であまりその耐震等級2にしてるとか3にしてるっていう話はないように思うんですね。で前和田先生と一緒にこうスタディした時も10階建て20階建てぐらいまでの超高層にならないぐらいかもしれない、そのくらいの高層の集合住宅の地震荷重レベルを上げていくともっと剛性が高まってまた入力が大きくなってみたいな追っかけっこになってものすごく大変だっていうようなことも少し思い出したりしたんですけど、あれも要するに法律の中で示されている計算法の中で荷重のレベルをその 25% アップ 50% アップにして耐震等級してますよね。でどう考えても自分の感覚でその戸建て住宅でねその耐震等級3取ったものと超高層で1のものとでどっちが安全だって言われたら絶対超高層のが安全だっていう風な気がするんですね。でそれはやっぱり地盤の評価だとかそのもちろんそういう不確実な部分の大きい要素もあるし、だからそういうあたりも耐震等級がそのちゃんとした指標になってないっていうことをあまり声高に言うっていうのは法律がおかしいっていうことになるので、まあ、その辺はすごく難しいなっていつも思うんですけど、まあ、ただその法律はやっぱり1のベースになってて、でもその1っていうのがそもそもどのくらい安全かっていうことではこういう意味なんですよっていうことが、まあ、どのくらい説明できるかということですよね。